テレビをつければ毎日流れている CM。 現在ではテレビのみならず、スマホやタクシー内でもたくさん広告が流れるようになりました。そんなコマーシャルですが、クレームや時事的な問題で放送禁止になってしまった幻の CM が存在しているのをご存知でしょうか。今回はそんな CM の中で様々な理由で放送中止になってしまったものをご紹介します。ちょっとでも興味深いなと思った方はチャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いします。それでは行きます。子育て放棄や子供の虐待などがかなり問題視されてきた頃、親としての責任感の欠如、あなたは子供ですという何とも皮肉った表現で伝える衝撃的な CM が放送されました。父親バージョンと母親バージョンが存在していますが、おしゃぶりを加える演出がやりすぎだと猛批判を受けることになりました。そして CM 全体の重苦しく暗い雰囲気から、怖い、見るのが辛いなどの意見が殺到しました。独身の身の上ならむしろこれぐらい言ってやれと思うかもしれませんが、実際に小さいお子さんがいる人からすればとてもショッキングな CM だったことに違いありません。 AC ジャパンが自覚や責任感のない親を批判したい気持ちは非常によく伝わりましたが、救いのなさ、衝撃的な内容から批判が相次ぎました。個人的には自分たちの不甲斐なさを理解するという行為自体が痛みを伴って当然のことだと思いますので、これくらいのインパクトがあってもいいのではないかとも思います。物を売るための CM ではなく、社会に対してのメッセージを発信する AC ジャパンの CM はこういったところの塩梅が難しそうですね。1990年代後半に放映した CM、 子豚が手足を縛られて連れ去られ、出荷される母親を泣きながら追いかけるというストーリー。 CM ソングが出荷される子牛を題材にした童謡、ドナドナだったことも相まって、動物愛護の配慮に欠けている、子供が泣くなどという評判が立ち、物議を醸しました。カップヌードルポークの容器に入れられた豚が連れ去られるという内容に変更され、 CM ソングも全く関係ない音楽に差し替えることになりました。豚が入っているということは忘れられないほど頭にこびりつきますが、美味しそうだと感じる人は少数派なんじゃないかと思いますね。1975年に放送されたハウス食品のインスタントラーメン、チャンメンの CM で、私作る人、僕食べる人のキャッチフレーズが婦人団体から女性蔑視とクレームがありました。きっかけは婦人会会員の娘がテレビの CM のせいで男の子が給食当番をやらなくなったと家で話したことだったそうです。ハウス食品側は、作る人に愛情がプラスされるとラーメンがより美味しくなるということを伝えたかった、差別的意図はないと否定しましたが、2ヶ月後に打ち切られました。クラスの男子はきっと言い訳に使っただけで、給食当番しなかったそいつが悪いだけだろうと思ってしまいますね。出演している桃井かおりさんのセリフ、世の中バカが多くて疲れませんが物議を醸した CM。 桃井さんの独特の気だるい物言いに上から目線を感じてしまった視聴者がいたようです。このコピーを生み出したのはコピーライターの神様と称される中畑隆さん。心も満タンにコスモ石油、目の付けどころがシャープでしょなど、誰もが一度は目にしたことのある名キャッチコピーをたくさん作っています。この CM にクレームをつけること自体バカを体現していて、皮肉が成立してしまっている気がしますが、これらのクレームに対して中畑氏は、世の中を利口が多くて疲れませんに変更して応戦。ウィットに富んだ返しはさすがですよね。言葉を使うプロだなという感じがします。 CM が放送された1988年当時は、昭和天皇の病状が深刻な状況になってきていて、日本全国が自粛ムード一色、華やかなイベントも次々中止されて、日本国民全員で陛下のご回復を祈るという雰囲気になっていました。その中で井上陽水さんのコマーシャルのセリフ、皆さん、お元気ですかが、みやさん、お元気ですかに聞こえて、陛下がご病気と戦っていらっしゃるのに、お元気ですかというのは不謹慎ではないかというクレームが、右翼系の団体を中心に民放テレビ局や日産自動車に多数来たため、日産及び各民放は国民感情に配慮するという形で、皆さん、お元気ですか
の部分の音声を消してその CM を放送しました。今は Twitter で炎上したりする様子が想像できますが、昔はテレビ局にクレームを入れまくったりしたそうです。電話を受ける係の人は大変ですよね。風刺の効いた CM は個人的に好きなので、炎上に負けずに攻めた CM を作ってほしいですね。このチャンネルでは今後も歴史やサブカルなどのちょっと気になる雑学を発表していきますので、少しでも興味深いなと思う方はこのチャンネルがどこにあるかわからなくなる前にチャンネル登録と通知ボタンをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。Thank you.